多くの人が思っていること。それは、こいついらなかったんじゃね？ということでプロテウスの紹介です。謎が多い機関車です。まずですね、登場回数がバラバラすぎです。忘れた頃に現れるのが得意ですね。ストーリータイムは音声のみのシリーズなんですが、今更初めてセリフありで登場。名前の由来はおそらくギリシャ神話の海神プロテウス。海王星の衛星にもプロテウスがあります。少なくとも名前だけでヤバいやつだとわかります。ランプがついていますが、これは魔法のランプと呼ばれていて、それを見つけた者には、願いを叶える、という伝説があります。ですが、現在ランプの所在は不明なので、リアルで見つけることはできません。この時点で謎だらけなんですが、まだまだあるので安心してください。モデル機は、ヒューズファルコン A42ST。はい、さあハンデルと同型です。ですが、車輪のところ、まあ、比べるとシャーシーが違うのがわかります。しかも緑のところが見えますよね。つまりですね、サーハンデルとピーターサムの言うようです。そしてプロテウスの銅像があります。それがこちら。サーハンデルの型を使った鋳造品です。銅像には例の魔法のランプがありません。それ結構致命的だと思うんだけど。他にも、玩具にはネームプレートがついていたり、なんか目が上向いてるの腹立つな。一部の商品には3という番号がついています。ファンの間ではでは結構考察の的となっており、ラスティの幽霊機関車と同一や、ミッドソドー鉄道の機関車だとか、サーハンデルの前の姿とか、結構言われているんですが、結局、存在が謎のままのプロテウスでした。てんてんててん、てん。